るのありがとうございます。前髪が久しぶりの配信なんですよね。すごいすごい、たくさんぴょんぴょんしてくれてる。わっ、クマありがとうございます。だるまもありがとう。前髪伸びた。でもね、言うて伸びてないんだよね全然。こんなもう邪魔だから分けちゃってるけど、全然伸びないんですよ。伸ばしてる時に限ってさ、伸ばないじゃない、なんだっけ、伸びない。どうにかしてくれ。暑い、ね、扇風機持ってくればよかった。可愛くて、カムサムニだ。お帰り野菜ってどういうこと。今日誕生日です、おめでとうございます。ハッピーバースデー to you、 おめでとう。タンタンタン、焼けましたか。まだめっちゃ焼けたの。なんかあのね、あれなんですよ、そのちょっとなんか言っちゃいそうで怖いんだけどさ。そう、なんかね、ちょっといろいろあって、そう焼けたんですけど、でもね、なんか手足と首とかはちゃんとね、がっつり日焼け止めとか塗ったんだけど、顔だけ、一番焼けてはいけない顔だけ塗るのを忘れてて、でマネージャーさんとかに「マナちゃんめっちゃ顔ま焼けてるよ」みたいな言われて、えっと思って鏡見たら本当に真っ赤なの顔が。なんかマナさ、日焼けするのにもなんかヒリヒリとかもしないし、皮とかむけないから、なんか本当に分かんなくって、自分じゃ言われなきゃね、なんか染み込んじゃうんですよね。だからお風呂で痛く、お風呂全然痛くなかったの。そもそも痛くないんだよね、なんか皮膚強いのか分かんないけど染み込んじゃうんですすぐね。サラめっちゃ真っ黒ですよね。なんか土偶って言っちゃダメだけど、土偶みたいな感じの綺麗な真っ黒って感じの色、健康的。でもマナとサラはね、絶対白より黒の方がいいと思うんです。そうですよね皆さん。あ、サラも痛くないんだね。そう、サラもマナも痛くないんですよ。そう、ドブ、サラ喜んでたの、ウケる。でもせっかくね、ちょっと白くなってきたと思ったら結局戻っちゃいましたね、黒く。全然痛くなかったんですよ。そういえばさ、あれじゃない、なんかショールーム特番だっけ、5枚目シングルの、その配信以来かな確か。お久しぶりですね皆さん、元気してましたか。いろんなところの配信見に行ってたんでしょ。ロトレット可愛い、マナですよ、マナ。マナ。ピンク、今日シャーベットピンクだから、マーカーの色もピンクにしてみた。マナちゃんおしゃれ番長だから黒くても可愛いよ。そんな関係あります。
選抜おめでとうございます。ありがとうございます。そう、5枚目シングルはね、全員選抜ということで、自分も参加させていただけることになりました。でもね、全員選抜は本当に当たり前のことではないので、一生懸命頑張っていきたいと思います。そう、あと握手会もね、オンラインお話し会っていって新しい挑戦もしていくので、ちょっとマナもどういう感じなのか初めてすぎてわからないんですけど、皆さんと一緒に楽しくお話できたらなと思います。はい、どんな感じなんですかね。でもさ、なんか噂で聞いたのはさ、一部一人しか行けないみたいな。なんで、タワーありがとうございます。嬉しい、頑張るね。そう、このね、シャーベットシングルで、シャーベットシングルじゃない、なんかまだシャーベットシングルって言っちゃう、シャーベットピンクの活動を通してね、こう皆さんに感謝の気持ちをね、届けていけたらなと思うので、ありがとうございます。タワーも嬉しいです、とても。タワー888はありがとうございます。一部一人までじゃなかったらお話し、どういうこと、一部一人までってどういうこと、どういうこと。でもさ、今日、一日に一人しか行けないってこと、どういうこと、どういうこと。そうしたらさ、その次の時にマナーのところ来れるでしょ。一部一人までじゃなかったらお話したかったなって、違う日なら来れるんでしょ。来てください。違う日に、どういうこと。ちょっとさ、わかんないんですよね、説明もされてないから、ちょっとよくわかんない。なんなら絶対みんなの方が知ってるってぐらいだから、ほんとちょっと教えてほしい。まだ握手会1回しか行ったことないから恥ずかしいんですけど、でもほんとに全然恥ずかしがることなんかないですよ、こんな私に。ほんとに全然、なんか喋ることとか決まってなかったら全然話しかけるんで、こっちから質問攻めするんで、ほんとに安心してください。でも何秒とかも分かんないですもん、どうなんだろう。一部一人までだからなかなか難しい。どういうこと、一部一人って。誰もありがとうございます。オンラインおしゃべりか、まなちゃん券取れて、わー嬉しい。なんかそう、メールとかの返信とか、そのリプとか、ツイッターとかインスタとかのとか、755とかのリプっていうのかな、コメントですごいね、応募したよとか、券取れたよってたくさん言ってくださって嬉しいですね。とてもとてもとても嬉しいですね。一枠で一人ってどういうこと？全然わかんない。一枠？じゃあさ、全日程で一人ってこと？ちょっとよくわからない。同じ部で他の子に行けないってことでしょ。だから違う日は来れるってことでしょ。どういうこと。同じ日でも部が違えばいけ、部って研究室で部違うってこと。ちょっと待ってね、今表を見てみるね。そういうことか。1日にめっちゃ7部もやるんですね。そういうこと。じゃあ1部はマナ、2部はカイリ、3部はサーヤとか、そういう感じ。じゃあ全然来れるじゃないですか、皆さん。なんで、どうして来れないの。マナちゃん、ラブフロムブラジル、 I love you, me too, I love you。 緊張するから買ってない。なんで、どうして、なんでよ。直接会う方が緊張しないの、そういうのって。だってか、なんかビデオ通話できる感じですよ。全然久しぶりにもらえたらさ、緊張する。なんでみんな緊張するもんですか。そんな、全然もう自分なんかに緊張しないで本当に。研究生推しにとっては厳しい内容でして。でもさ、何を言ってるの。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,190,191,192,193,194,195,196,197,199,200,201,202,203,204
どうしてどうして、みんなと話したいのに久しぶりなの。プンスカプンスカプンプンプンスカ。一部マナちゃん、二部マナちゃん、三部マナちゃんとしか書かない。キュンです。嬉しい。もうね、じゃあもうぶなんていうの、同じ人をたくさん見るなって人もマナのところにたくさん来てくれたんだなって思ってもキュンですってなるね。じゃあもう分かりやすいですね。うん、ちょっとうわっ、またタワーありがとうね。タワーちょっと、タワーありがとう、嬉しい。二人の方タワーありがとう。ちょっと本当はね、名前書きたいんですけど書けないんです。ありがとうね、本当に嬉しい。でもちょっと嬉しいですね、みんなとお話ししたい。1部から7部までやるね、初めて7部まで入れるんです。DD の方は大変だ。確かに DD の方ちょっとこういうところはね、ここでちょっと DD じゃなければよかったなって思い知ってほしいですね。ぜひ。忘れられてると悲しいから、忘れるわけないじゃないですか、もう皆さんのこと覚えてますよ。握手会たくさん来てくれたりね、ショールームとかでもたくさんコメントしてくれてる方。部屋見られる、部屋二人きり、そうですよ皆さん、二人きりで話すんですよ。いつもはね後ろに並んでたり、あの見張り、見張りっていうの何、スタッフさんとかいるんですけど、二人きりですよ皆さん。何を話します、平日は二部しかない、え、平日二部しかないですか。あ、平日もあるじゃんね。ってことは28、29、30、31、32、33、34、35、36、37部、37部、38部あるんですよ。38か、嬉しい。今日の髪型好きです、嬉しいです。まなちゃんのパフォーマンスが好きって言いに行く、ぜひぜひぜひ。もう初めての方もね、全然もうまななんかに緊張しないでほしい、本当に話しましょう、たくさん。二次申し込み忘れて三次申し込みで、まなちゃん申し込んだ。うん、でも申し込んでくれてるならね、ここではないので。キュンですが、ななみちゃんハマっていたな。なんかね、そう、研究生の中でもさ結構言う人増えたよね。研究生にも結構キュンですって言ってるんだよね。あ、今日ねキュンですの TikTok 上げたので見てください、ぜひ。まなちゃんが来てほしいってことが分かっただけで嬉しいね。本当に皆さんぜひお話ししましょう、この機会に。初めての方も、ちょっとだけ気になってるなーっていう方もね、これぐらい気になってるよって方も、もう皆さん本当に来てください、気軽に。ちょっと一瞬話してみたいなーみたいな方とか、全然話す内容決まんなかったらちょっと決めてないんだよねって言ってくれれば話しかけるので。こういう感じでキュンです言ってるのがこれは映るわけだ。そう、めっちゃなんか口癖なんですよね、キュンです。初めての場合何喋ろうか、もう全然初めましてとか言ってくれれば。今回は DD 発動します。今回はちょっとしっかりね、そういうところも確認して。誕生日当日のおしゃべりしたかった。あ、そう、なんかさ、あれなんですよね、10月の7日
9月30がちょっと先輩方か、ママの誕生日が10月1日なんですけど、一番近いのが10月7日なんですよ。この日に生誕 T シャツ新しく出るのか、やばい、デザイン考えてない、まあまだ考えるところじゃないんですけど、生誕 T とか着れたらなって思うんですけど、え、この時って届いてるのかな、生誕 T もしあったらどうなんだろう。この日に生誕 T 行きたいなって思ってるんですけど、水曜日ですね、平日。やばい、コメントが追いつかん。TikTok 初コメントしてありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。これスタンプのかな、ファイトとか。てかキュンですを他のメンバーが使ってると、あ、マナちゃんの何に別にこれマナじゃないですからね、全然みんな多分流行ってると思う、普通に。浴衣の人からなんかね、実家に行けたらなんか浴衣あるんですけど、こっちなくて帰れなかったらちょっと着れないんですけど、もし行けたら着ようかなって思ってるんですけどね。あのね、あ、そう、みんなにさ、あの服装とかちょっと決めよう、みんなとね決めようと思って始めたんですよ。はじめまして、はじめまして。タワー立てそう、タワーね、食べちゃう。生誕 T 楽しみ、今日も来てる、嬉しい。モナさん、ちょっと我ながらにめっちゃいいと思うんですよね、あれ。どう思います皆さん、生誕 T でもさ、だからさ、今年どうしようと思って。誕生日おめでとう、いいに行きます、ありがとう。だってもうなんせ二十歳なのでね。こっちこっちこっち。なんかさ、まださ、4周年の時のさ写真さ、逆なんですよね、一人だけ数字忘れちゃったけど、数字のあれが。じゃあまず決めますね。まず決まってるのが10月7日、ちょっと書きますね。2020年10月の7日、何曜日ですかこれ。水曜日ですね。水曜日は生誕、ちょっと漢字間違えたら教えてね、一応頑張るけど。生誕 T& 安どタオル、おめでとう、待ってるね。めっちゃ適当なんですけど、こんな感じですね。生誕&タオル、おめでとう、待ってるねっていう感じで届くのかな。一番近いのはこの日なんで、あと10月の31日、2020年の10月31日これ土曜日ですね。土曜日はなんと ハロウィンということでコスプレをします。31日の土曜日ですね、10月31日はコスプレしますね。でもね、コスプレもこの日2パターンぐらいしよっかなって。え、31研究生ですよ、あ、1期生だ。30日あと黄色があれか、浴衣着るとしたらめっちゃなんか最近さ、ほんとイントネーションやばいんですよね。まあ、いっか。浴衣着れるとしたら27日かな、日曜日。多分
日曜日の方が多分ね平日よりいいと思うんで、2020年の9月の27日曜日。浴衣ってどうやって書くの？多分着れると思うんですけど、着れたら浴衣、家にあるんですけど、こっちに持ってきたらいいんですよね。そう、あとどれ言ったね。でもね、私服の日とかも多分 あってもいいと思うんで、まあ、あとは決まり次第って感じかな。ね、そう、31日ってもう買えない。なんで？そうなんですか。それはどんまいです。もう見れる方がラッキーですということで、そう2種類ぐらいしよっかなって思ってます。そう、生誕ティーが7日ですね。でもさ、こういうのってさ、日曜日とかの方がいいんですかね。どう、みんな会議しよう、会議、みんな会議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 。生誕ティーでもさ、なんか届くのが遅かったりさ、生誕ティーとかが遅くなるかもしれないからさ、11日とかの方がいいかな。全日撮ってる、さすがです、嬉しい、楽しい。もうみんなとさ話せるの久しぶりすぎてめっちゃ楽しみなんだよね、本当に。日曜日は朝から夜までだけど、そっ、でもどうしようかな。でもさ、7日届いてないかもしれないとかない？生誕ティーでも、どうしよう。なんか他のなんかコスプレとかしない日とかは、前部はちょっと無理かもしれないけど、服装とか変えたり髪型とか変えたりしたいなって思ってるんですけど、会ったことない新規だけど大丈夫。全然、本当にこれ丸です。全然緊張とかも全然マナなんで、しないでください、しないで。本当にもう本当にね、喋ろうみんなマジでみんなと喋りたいんです。喋ることなかったら話しかけるんで、質問とかするんで緊張しないでみんな。結構ね、話しやすいって言ってくれるよ、キュンです。もうなんかこ、あのね、困ったらね、キュンですって言ってけば大丈夫。一応生誕ティーガーサイトはモバメの返信、そうだね、なんかツイッターとかインスタとか755とかモバメのところで言ってもらえれば。あと作業着とかでも大丈夫かな、恥ずかしいんだけど。全然、本当に気にしないでください。てん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 、すごい、ちょうどマナがこうやってやった時にいいねっていうスタンプをくださいました、イエーイ。あとさ、なんだろう、でもね、本当にね、おー、ディスコ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 、結構長いよ。あ、終わった。あのねなんかね、私服もね、めっちゃなんかいろんなジャンル着れたらいいなって思ってて、そう、本当にね、髪型とかも変えたりもその時にしか見れないんです。皆さんぜひお話
でもね、そうだよね、 DG の方はちょっとね難しいかもしれないんですけど、村のところに来てくれたら嬉しいなと思います。どうですか皆さん、今のところどの日にち来れるとかありますか？9月27が浴衣の日。ちょ、これ書いた方がいいよねみんな、絶対9月27。まあ後でさ、なんかまとめてツイッターとか755とかに載せるんで、拡散です、皆さん拡散希望。10月、ねえ、生誕 T さ、どっちがいいかな、10月7日の水曜日か10月11日の日曜日、どっちがいい。でも余裕を持って、生誕 T とか遅いかもしれないし、11日にしよっか、やっぱり。どうしようね、みんなの意見ちょうだい。7日か10日、11日、どうしよう。めっちゃ別れるやん、どうないしよう。7日、セブンかイレブン、セブンイレブンじゃん、どうしろっていうの。10月生誕、生誕ティー、皆さん生誕ティーゲットしてください。タオル、タオルも身につけてほしいな。どうしようね、まあとりあえずそうだね、7日か11日ということで、まあ、決まり次第載せますね。そして10月、今ちょっと決まってるやつだけやりますね。これはハロウィンコスプレ、この日は、え、でも金曜日、これやんけ、ハロウィンコスプレ。でも全然関係ないところでもちょっとコスプレしたいなって思ってるんだよね。じゃあコスプレもう、なんかね、もう一個考えてるんですけど、これはちょっとどこに出現するか、お楽しみということで言いません。どこかに出るので、そこに出会った、そこのあなたは、そこのあなたってまだ始まってないんですけど、出会った方はラッキーということでね、そういう感じですね。そう、いつ出現するかわからないコスプレ、あとイーツ出現するかわからないコスプレ、やばい、はい、これですね、今決まってるのは、いつ出現するかわからないコスプレもします。平日は夕方2部ですよね、違ったか、そうそう、2部夕方の18時10分から18時55分です。嬉しいですね。ねえ、そうなんですよ、今までね完売とかも出たこと一回もないので、ねえ、いつか出るといいなと思うんですけれども、ねえ、頑張りますね。でもさ、リプとかさ、インスタとかでさ、なんか握手券応募したよって言ってくれると、なんかもらっと話、なんていうの、日本語が出てこない、嬉しいんですよ。とりあえずもらっと話したいと思ってくれてるんだなって思って、すごくキュンですってなる。
そうなんですね。やっぱり作業着になりそうです。え、全然本当に、むしろお仕事頑張ってるんですねって思うから。てんてんてん、なんなら全身タイツとかでも全然いいのでこんばんは、やっほー。そう、いつ出現するかわからないコスプレもします。レア、これはレア、レアな日、レア日、レア日。はい、ひょっこりはんとかかな。あとは私服とか、私服も毎部毎部は無理なんですけど、ちょっと3部2部ごととかで変えれたらなと思います。髪型はね、なるべく変えようと思います。何のコスプレかはまだ秘密、シークレッツ。浴衣も、うわ、浴衣とかめっちゃ久しぶり。まなさん、長岡の花火さ、一回も見たことないんですよ。見てみたい。最近古澤さんが気になってきてるのような、そういう方に必見です。9月の27日は浴衣を着て、10月の7日か11日は生誕ティーとタオルを着ます。なので皆さんもね、ぜひゲットできたら。そして10月30日はハロウィンということで、ハロウィンのコスプレをします。そしていつ出現するかわからないコスプレもします。これはまだ日にち決まってないので、いつ出現するか、ということでお楽しみに。その通販みたいでしょうか。確かに通販向いてるかな。一応コスプレしていい、7号とかモバイル写真送ってかな。どうしよっかな。マナちゃんの実際振ってもいい。え、全然、もうなんならむしろ振ってください。素で今から、たくさんブスあるから取りやすいのかな。え、どうなんですか。でもね、わかんないんだよね、マナも。説明求む。拡散ですね。そう、拡散希望とかですかね。あとなんかあったかな。ねえ、まあ、とりあえずいつ出現するかわからないコスプレを楽しみに、皆さん。その日に当たったもうあなたは今年1年いいことはあります。去年の夏の握手会での古澤さんの浴衣姿は素敵だった。嬉しい、嬉しいですね。髪型とかもやってもらったけど、今年は自分でやらなきゃいけん。てん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 、え、めっちゃ楽しみなんだが、どないしよう。9月じゃない、あ、そういうことか。9月23日から始まるんですね。握手会行かなさすぎて話し方忘れてたらごめんね、無言になるかも。え、マナから全然話しかけますよもう本当に気にしないで、みんな話すことなかったらないですって、もう本当に言ってくれれば。緊張するけど話せるだけで満足です。初めてだけど嬉しい、本当に。なんかさ、そう、なんか初めてって、初めて握手行き、ま、握手っていうかお話し会だけど行きますって言ってくれる方がね、いて嬉しいです。本当に物騒いから初めましてで行くのもあり。え、ぜひぜひ皆さん来て、本当に待ってますよ。インスタの投稿見たでしょ、あなたが来てくれるのをずっと待ってるんですよ。まったく緊張しないで。でも直接さ、会う方が緊張しないですか皆さん。
ビデオツアーみたいな感じですよね。でもビデオツアーも緊張するのかな、わかんない。どういう感じなんですかね。前回の握手会去年だからお久しぶり。え、そうだよね、去年だよね。あれ今年握手してない？あれしてないかな。スタッフがいないって緊張する。え、逆に確かにね。でも二人っきりですよ皆さん、二人っきり、周りに人がいるからね。何の話だ。握手会ってるけど久しぶりだから初めましてっていう。なんなん、なんで。え、そっか、今年やってないかな。え、去年のクリスマスイブなの最後。わあ、うん、今日ね、まだねチョコいっぱい食べたんです。めっちゃ話変わるけど、久しぶりにね食べて本当に幸せでしたっていうことをね今言いたかったっていうことを脳みそによぎったから言っちゃった。全然話関係ないのに。初めては周りに人がいた方がいいですね。あ、そうなんですか。みんな久しぶりだね。じゃあこんばんは、ちゃん、やっほー。え、本当にもうみんなに会いに来てほしい、本当に。やん、ヘアアレンジも頑張るし、洋服も変わるしね、浴衣も着るし、セーターティーとタオル、これはちょっと日にち決まってないんですけど、だってみんな聞いてよ、10月1日でね、あ、11月じゃん、10月1日でね20歳なんですよ、あたいは。やばくない？大人の仲間入り、お祝いしてみんな。もうみんなにお祝いしてもらえるなんて、こんな幸せな誕生日がありますか。20歳。成人式ね、成人式ですよ。できるんですかね今年。お祝いしたいな。お、嬉しい。そういう方にはここおすすめです。セーターティートタオルの切るんですけど、全然ゲットできなかったら全然本当に私服でもいいんですけど、おめでとうという一言が欲しいんです。おもろ。地元茨城で成人式、いや行けるかわからないんですよね。どうなんだろう、その日にならないきゃわかんないです。でも全然ね、地元の友達とかにも会えてないんで。新曲予約してありがとうございます。ぜひ皆さん、初めての方大歓迎、今まで来てもらえた方も大歓迎です。なんせ28部、1234567891011121314151617138部かな、38部あるので、一部でも来てください。38ですね、38部もあるんですよ。NGT メンバーは30人しかいないんです。絶対来れます皆さん。めっちゃ通販みたい。来てください。平日は7部まで、平日はね8時25分までですね。7部が最後で、今日は36分までやります。
このあとあのまとめてやる投稿するんで、ツイートとかするんで苦しい。あのさ、あのあれやりたいんだかった、間違えちゃった、テロップ、ツイーターなんだっけ、マナふるさわ検索、検索、読みづらい、マナフルサワー検索。38部全部は厳しいな、ごめんなさい、え、全然もう無理しないでください、38部だなんて。予定が空いてる時にぜひ。マジで言うと3足でもいいんですか、うん、まあしょうがない。本当は一押しがいい、あ、マットつけない。皆さんツイッターフォローしてくれてますか、の前にショールームフォローしてくれてますか、皆さんツイッターもね、インスタも始めたんで、インスタはツイッターのねリンクに貼ってあるんで、発信ツール多すぎね、めっちゃだってツイッター、インスタ、755、TikTok、メール、フォトログ6個です、ありがたいですね。でも今のところね、昨日フォトログも投稿したし、ツイッターもインスタも毎日動かしてるし、755もやってるし、メールも今日も送って、昨日も送ってるし、はい、今のところ全部見てるよ、嬉しいです。でもさ、なんか発信するのも大変だけどさ、反応 してくれる方も絶対大変じゃないですか、だから嬉しい、みんないつも感謝です。で投稿するたんびにね反応してくれたりとか、ピエン、何が、全部フォローしてるから許してね。ん？何を？いろんなところでマナちゃんが見れるから嬉しい。嬉しい。リプとかしていいのかも。え、全然、なんでダメな理由ないじゃないですか。むしろ嬉しい。なんかね、握手会とか来てくれる方でもね、リプとか。なんかそういう TikTok にコメントとかしてくれてるとね、すぐ覚える、覚えやすい。お姉ちゃん TikTok も詳しくておすすめです。え、おすすめありがとう、嬉しい、みんなまだおすすめだって。この餅のようなほっぺ特徴。みんな話そう、この機会に。もうみんなと、世界中のみんなと話したい。みんな話そうね。楽しみ。オンライン握手会。うん？お話し会か。今ね、あの、インスタのね、ストーリーでリンク貼ってあるんで、そこから飛べるので。でもあれどうやってやるのかちょっとマナもよくわかんないんですけど、みんなすごいよね、すごい、まだやり方わかんないんですよ。ツイッターの先生として他のメンバーにも教えて。え、まだツイッターの先生って初めて知ったんだけどさ、誰が言ってたの、その TikTok じゃない、ツイッターの先生、 TikTok もマナ TikTok の先生とか言われて、めっちゃどういうこと。あ、カエリが言ってたの、あ、カエリに今の教えたわ、確かに。なんか引用リツイートっていうの、そのやり方わかんなかったみたいで教えました。この日おすすめ、いつ出現するかわからないコスプレ、
まだ日にち決めてないならいつ。38分の1ですよ。38分の1にどこかに出現するので、一部しかこのコスプレはしません。結構おすすめ。やん。今日36分なんですけど、やば、あと10分ぐらいじゃん。カキカキカキ、うんうん、ナビポペッタン、ポッポペッティン、ポッポペッタン。最近まだめっちゃこのね歌歌っちゃうんですよ、動物の森の。うんうんうん、ナビポペッタン、ポッポペッティン、ポッポペッタン。追加申し込みどうするか、来て待ってるよ。引き弱いからダメかも。そんな負けないで、諦めないで。38分の1。どうしよう、その日さ一番人来なかったらかなピンだが。でも逆にね、その少ない方が出会えたので。あつ森ね、あのこんな歌ってるんですけど、あつ森やってないんですよ、持ってないんですよ。そんなのに歌っちゃう、痛い。でんでん、あつ森やってない組。やーやーやーい、やーやーい。他のメンバーが歌うの、いや歌ってない誰も。ナビポペッタン、ポッポペッティン。しかも俺海外バージョンなんで誰も歌ってないです。あ、間違えちゃった。めっちゃかー、あつ森皆さん楽しみにしてください。シャーベットピンク、シャーベットピンク、今何時だ、予約しました。おお早い、嬉しい、さすがですね。今日9時からやったよね。あ、9時半からやった。この前さ45分間やるって言ったのに1時間もやってたんだよね。間違えちゃって、気づかなくて。すごいたくさん見てくれてる、たくさんアバターがゆらゆらしています。こうやってわーお、なんか面白いですよね、毎回さ見てくれてる人違うからおもろい。あれ、なんか自分の顔が消えちゃったんだが、やばい、モザイクになっちゃった、マナの顔。え、みんな大丈夫これ、なんだこれ、モザイクになっちゃったんだが、キャー、こうなってる今。スクショしとこうかな、スクショしたら止まっちゃうこれ。なんかめっちゃさやばい、ニュースに出てきそう。ちょっと自分が見えないんだけど、なんでーかなーピー、マジで容疑者 A みたいになってる。え、ほんとにこれスクショしよう、スクショします。あ、やだ、イエーイ、犯罪者指名手配されてます今。たーん、しゃべり握手会、ん？オンラインやお話会か。こ
この後日程のね、まとめるんで拡散してください。ふるさは画像を作るんでね、研究生の中でも一番です、今のところ。嬉しい。一番ってことは他にいるってことか。プンスカプンスカ、なんだ、ちょっとさ、自分の顔見えん、ちょっとこうしよう、これだと見えるの今、めっちゃす、これだと見えない、これだと見える。みんな応募してくれてるかな。みなちゃんの9月23日分はゲットできて、9月23、あー嬉しい。初日かな。みなちゃんは正直ですね、そこが好きです。正直だよ、嬉しい。9月23、もう私服もね、可愛い洋服をたくさん、お気に入りの洋服をたくさん着ます。メイクも日にちによって変わります。前髪に似合う、あ、ありがとう。今ねちょっと自分の顔見えないんで、果たしてどういう顔してるのかちょっと分かんないんですけど、嬉しいです。とても本当にね、今ここしか見えないの、こっから下しか見えないの今。まあみんなは多分見えてると思うんだけど、ちょっと半面になってたりしたらちょっとやめてほしいんですけど、大丈夫今マジで本当に見えないんですよ、なぜだか。やばい、もう時間があと6分、まだちょっとね動かないんですよ。動かない。ちなみに何かイベント的なことはできない、じゃんけんとかにらめっことか。何がいいですか皆さん、何やりたいとかありますか。にらめっこは嫌だな、変顔じゃん。うん、何がいいかな。考えときますね、じゃあまとめるときに考えときます。これなら見える。いやー、もしおにぎりでのけんした、マナちゃんの悩みを聞く回、まだ悩みないんですよね。みんなの悩み聞く回そういうのもいい。みんな悩みあります？悩みね、まだみんなのメンバーの前で泣いたことは全然ないんですよね、本当に。一回もないかな、覚えてないけど。秒数が分かんないと、確かにね。じゃ悩みを聞く会とか、あれ、楽しそうだね。悩みを聞く会にしよっか。悩みを聞く会は、じゃ日にちとか、どうしようね。まあ、決まり次第発信します。あとはまあそんな感じですかね。もうね、みんな悩みを聞く回の日だけ枚数増えそうね、いっぱい悩み聞かせてください。即答であだ名を決めるか、めっちゃいいね。あだ名決められるかな。あだ名を決めるか、ちょっとメモしますね。あだ名
あとなんだっけ、悩みか、悩み。 OK、 そんなところですかね、みんな。トゥントゥントゥン。でもね、本当にこのね、5枚目シングルシャーベットピンクでの活動を通して皆さんにね、感謝を伝えていけたらなと思うので、ぜひお話し会でもたくさんの方とお話しできたらいいなと思っております。オンラインだからこその楽しみ方もしれない。でも確かにさ、もう今回だけかもしれませんもんね、オンライン握手会なんて。もう次からは普通に握手会できるかもしれないし、一生に一度かもしれない。発売本当に楽しみですね。楽しみにしてください。本当にめっちゃいい曲なので、本当にね、衣装も可愛いですし、衣装見ました皆さん、ピンクの素晴らしい曲、素晴らしいですよね。そうです、研究生楽曲、ごめんね、ありがとうございます。研究生の楽曲もいただいたのでありがたいですね、本当に。え、そう、聞いてください、皆さん、嬉しいお知らせ。あのね、なんだっけ、レックレコーディングした時に歌を褒めてもらえたんです、嬉しい。そう、表題曲でも褒めてもらえたし、その研究生楽曲の方でも褒めていただいて、めっちゃ嬉しかった。首元の花柄可愛かったね、わかる。そう、ナイス、歌うまいからね、ありがとう、嬉しいですね。ボイトレの効果、ボイトレしたって言ったっけ。歌う前のは知っており、うわー嬉しい。今度ね、カラオケ配信もまたするので、いつか、まだ決めてないんですけど、日にち決めてないんですけど、ね、絶対マリーも目さ死んでると思わないで、全然見えないんですけど。じゃあそろそろ終わり、あ、あと1分です。皆さんありがとうございました、見てくれて。ぜひ Twitter とインスタと、あのこれ何でしたっけ、ショールームのショールームのフォローをよろしくお願いいたします。ペコリペコリ。ということで皆さんありがとうございました、見てくれて。バラありがとね、じゃあね。ということで皆さん、これじゃあ 最終確認、この後ね、ツイッターとか755で発信するんですけど、9月27浴衣、10月7日か11日、生誕 T& タオルで、10月30日はハロウィンということで、ハロウィンのコスプレをします。そしてレア日、これは日にち決まってません、38分の1で、一部のどれかですね、38の一部でいつ出現するかわからないコスプレをします。皆さんぜひお楽しみに、いろいろね、企画とかこれから考えていくので、皆さんおやすみなさい、バイバイ。初めての方もぜひ緊張なんかせずに来てください。喧嘩ったよ、わーキュンです、ありがとね。ということで皆さん終わりです、36分なので、皆さんありがとうございます。どこから応募すればいいかわからないよっていう方、マナのインスタグラムのストーリーの方にリンクを貼ってあるので見てください。おやすみ、バイバーイ。36分。